のセカンドボールをつないでピッチから仲間新井が食いついてきましたが、右サイドに展開して鹿島クロス、お壁と鈴木今だ、立ち上がり先制、鹿島アントラーズ。ショートパスを使って最終的には、まあ、今日の一番の強みである高さですよね、はい、高さと強さ、ゴール前のそこをですねしっかりと生かした。